よう、俺の名前は DA。 世界を股にかけるジャーナリストの俺は、以前日本がエネルギー資源における独り勝ち状態についてもっと知るために日本へやってきていた。マジ、いろんな国に行ってるけど、やっぱ日本の夏の暑さだけは別格だな。これが平常なんだから、日本も大変だよ。だからこそ、独り勝ちをもたらした日本政府の交渉は、国民にとっては何よりもありがたいことだろう。56年前から中東をはじめとした複数の国と結んだ液化天然ガスの長期契約、それに伴うエネルギー資源の安定供給、ほんとうまいことやったよな。世界各国が求めるエネルギー資源を輸入とはいえ、安定して得られるその優位性、そこにおけるメリットは計り知れない。その上、少量とはいえ日本でも液化天然ガスは生産されているときた。傍から見れば日本のエネルギーの未来は希望に満ちていると言えるだろう。皆様には安心して暮らせる社会をお届けします。エネルギー関連で安定した日本の未来。ただ俺が思っている以上に国民はその恩恵を感じられていないようで。はあ、ガソリン代また上がってるじゃん。どんだけ分取るつもりだよ。160円台でも高いって思ってたのに、今じゃ170円オーバー。こんなハイペースで上がられたらたまんないんだけど。電気代とかもいろいろ値上がりしてるし、庶民に優しい対策はねえのかよ。搾取されっぱなしじゃねえか。なるほどな、こういう声が今の日本じゃ当たり前なのか。確かによくよく考えれば、エネルギー資源の安定供給は結構なお金を払うことで無理やり成立させているようなもの。そこに安くなるという材料がない以上、生活費の面での恩恵はかなり少ない。高くなることはあっても安くなることは滅多にないか。そもそも液化天然ガスと石油じゃまた別の燃料だし、海外からの燃料供給が途絶えたら一巻の終わりってことも考えると、なかなかに崖っぷちなんだな。しかも石油に至っては世界規模であとわずか50年で枯渇すると言われている。未来でこの数字が変動することはあるだろうけど、タイムリミットは着実に近づいていた。日本の石油消費量は世界で5位。早く何とかしないと、産出も埋蔵もないこの国じゃすぐに積んじまうぞ。海外への燃料依存、上がり続ける価格、この状況が続く限り日本が真の意味で独り勝ちとは言えない気がする。石油の値段が下がったら喜ぶ人めちゃめちゃいるだろうな。液化天然ガスは作ってるって言うし、いっそのこと石油も作れたらいいのに。なんて無理な話か。そんな SF に期待するより節約の方を考えた方がまだマシだな。いいや、そんなことはないぞ。むしろその期待こそ日本を救う大きな一歩だ。この声はやっぱり伊地知識さん。お久しぶりです。久しぶりだな DA。 それにしても相も変わらず、あなたは疑問と悩みの種が尽きないようで。他国のことなんだから放っておけばいいだろうに。それが職業ですからね。それに私自身日本が好きですから、この国の未来に憂いがあるのなら晴れてほしいとは思いますよ。なるほど。まあこうしてあなたがいろいろ日本のことを記事にしてくれるのはこちらも助かってるので、ありがたいことではありますよ。今回のことも役立ててくれそうですし。ああそうです、伊地知さん、石油云々で解決策があるみたいなことを言いましたよね。それって何なんですか？この場で話してもいいが、言葉だけでは説得力に欠けるな。ちょうどいい、明日はあれがある。 DA、 明日は一緒に大阪へ行くぞ。大阪？一体何しに？決まっているだろう。ゼロから石油が作られるその瞬間をさ。そうして俺は翌日、伊地知さんと共に大阪の花博記念公園鶴見緑地へ。どうやら実証事業推進チーム大阪が支援するサスティナブルエネルギー開発株式会社の実証実験としてそれが行われるらしい。それにしても本当に人工石油なんて生成できるんですか？
それを確かめるための実証実験だ。ま、可能性はかなり高いがな。手動で進めるのはあそこに立っている兄弟名誉教授にして立命館大学総合科学技術研究機構上席研究員の今中忠之氏。彼が作った永久機関的装置ドリーム燃料製造装置が今回の主役だ。ドリーム燃料製造装置、百聞は一見にしかず。まあ見ていろ。それではこれより人工石油の生成実証実験を開始いたします。まずその人工石油の生成方法についての説明をしましょう。といってもそう難しくはありません。使われる主材料は水と大気中の CO2、 これだけです。水と CO2 が主材料？そんなエコな材料で作れるのか？水が豊富な日本なら作り放題じゃないか。そして鉄などを使って作る特殊な光触媒を用いてこの2つの主材料からラジカル水を生成。要は化学反応を起こしやすい活性化水ですね。このラジカル水に軽油、重油、灯油などそれぞれを1回だけ加えることでそれぞれの合成燃料が生成されるというわけです。軽油なら人工軽油、灯油なら人工灯油という感じですね。生成量としましては種油10リットルとラジカル水8リットルから1リットル、だいたい5から 12% が作られます。一瞬コスパが悪いと思いましたよね。ご安心ください。この過程で10リットルの種油はそのまま残るので次の反応に使い回せるのです。これが永久機関的装置といったゆえんです。では生成もできたので次の実験へと移りましょう。次はこの燃料を使って発電機を動かしましょう。これで完成？嘘だろ。お昼のクッキング番組並みにテンポ早いじゃん。たった3分から5分で作られた人工石油、実際はそこに至るまで複雑な努力が重ねられているんだろうけど、ここだけを見たらあまりにも簡単すぎる。ぶっちゃけると怪しさは全開だけど、俺が抱いたそんな懸念は結果で完全に吹き飛ばされた。成功だな。すごい、本当に作っちゃった。まさかこんなにあっけなく作れるなんて。しかも使う材料は水と CO2。 驚くのはまだ早いぞ。この燃料のドリームはそれだけじゃない。生成コストがかなり安いのさ。仮に軽油を作る場合、水代、マシンメンテ代、稼働費などの内訳で1リットル10円から14円だ。軽油が10円台？普通の軽油なら1リットル150円近いですよね。それだけじゃない。人工石油で発電機を回した場合、発電コストは1キロワット時あたり3円、普通の発電コストの10分の1しかないんだ。安すぎる。エネルギー企業の社長が言うには、数十万円で装置を貸し出し、月産4万3200リットルの生成を見込んでいるとのこと。その場合、かかるコストは1リットル50円らしいが、それでも格安だ。まさに、ドリーム燃料だな。だが、生成は簡単でも、これが簡単に使えるかはまた別の話なんだよな。それはどういう。厄介なことに人工石油の使用を邪魔立てしかねない存在がいるのさ。どうやら人工石油は生成できてしまったようですね。まったく面倒なことをしてくれたものだ。石油そのものが生み出す液を奴らは何も分かっちゃいない。石油関連は税金の種、販売している価格の半分が税金だというのに、安価な人工石油が作られてはその税が取れないではないか。加えて輸入先の期限を損ねて石油の値段を上げられたら目も当てられませんね。こちらへの利権も含め、うまく動かなければ大損になるでしょう。まあこんな感じで人工石油関連には渋られているわけだ。政府にとっちゃ石油で取れる税金は貴重な財源になるからな。なるほど、そういった思惑が。下手をすれば税金を上げられる可能性だってある。
諸外国の事情も含め、こっち側も慎重にならざるを得ないのだ。あと、単純にデメリットというか、人工石油そのものの実用化もまだ遠い話になる。ああやって生成できているのにですか？あくまであれは実験だからな。5分近くかけ、あれだけ大きな機械を使って生成される量はコップ1杯分。とてもじゃないが、日本全土に回せる量じゃない。もう。それにもし仮に全土に回す量を作るとなれば、工場や発電所を動かす燃料が膨大になる。生成コストは低くても、それに付随するコストが高いってことだ。人工石油も現段階じゃガソリンをダイレクトに作れるってわけじゃないしな。ですが、それらはあくまで現時点のこと。人工石油そのものを売れる問題にはなりませんよね。ほ、さすがはジャーナリスト。いい着眼点だ。その通り。資源の薄い日本にとって燃料を作れたという事実こそが大事。魔法じゃないんだから、いきなりスタートラインに立って次の瞬間にゴールテープを切るなんて不可能だ。一歩一歩進んでゴールを目指す。その積み重ねで文明はここまで進化してきたのだ。きっとこの人工石油も遠くない未来、私たちの社会を豊かにしてくれるだろう。いろんな利権などが絡み合う中で、はっきりとある人工石油のデメリット、それを踏まえたとしても、人工石油の生成は世界に誇るべき偉業だ。これから来るって言われてる合成燃料イーフェールの値段が1リットル1000円オーバーってことを考えると、人工石油は合成燃料の中でもコスパ最強。ないものを作る日本の科学力はやっぱ世界最高峰だな。